きょう丹波市氷上町に映画館としておよそ50年ぶりに誕生した恵比寿シネマのオープン式典が行われ、西宮市出身の映画監督近金拓志さんや丹波市の林時彦市長が出席しました。どうぞ。恵比寿シネマは2014年の住民運動で退去した暴力団事務所を近金監督が取得して誕生したミニシアターです。地元の工務店が作った座席には丹波布伝承館の職人たちが織り上げた丹波布が使用されています。座席数は50席で、50年前と同じ姿に扮したスタッフが来場者に飲み物などを配りました。丹波だけじゃなくですね、全国から訪ねてきてもらっても、来てよかったなと思ってもらえるような場所にしたいと思いますね。低い重低音がもう床の振動から伝わるんです。で、そういったことも皆さんに体験していただきたいなと思います。記念すべき初回上映は、近金監督の下町の歌シリーズ2作目の恐竜の歌などで、来月12日まで上映される予定です。